はい、どうも、タネです。ということで、2月じゃない、3月の2日ということでね、昨日からカレンダーがちゃんと変わってますよ。ね、ということで、今月は、ちょっと上げますか。ちょっとカメラの上げてね、ちょっと見切れてますね。はい。遠藤さんと、かりんちゃんと、ゆいぽんということで、ジャマイカですね。いやー、本当にこの前のね、イオンライブのジャマイカはすごく良かったですけどね。もうこのチームでまたもう一曲ぐらい歌ってほしいぐらいの僕は感覚でいますよ。はい。ということで、まあ今日はその話じゃないんですよ。ね、3月3ということはやはりこれでございます。櫻坂46、3期生紹介第11弾ラストということでございまして、気づいたらもう最後でございますね。1月からスタートしまして、ゆっくりと紹介されていったわけですけれども、まあ、昨日のね、村井さんに続いて山下さん、この2名が学業で3月1日2日発表といったところでございまして、遅ればせながら来た、満を持してっていうところかどうかは分かりませんけれども、紹介していこうと思います。さあ、まずはプロフィールドンということで、2005年1月22日生まれということでございます。04ラインと言われる、まあ、2004年度学年ということになるわけですが、今回の3期生でいきますと、小田倉麗奈さん、それから村井優さんで、村山美優さんで、山下静樹さんと、この4名が同じ学年の4人と方になりそうです。京都府出身ということで、京都生まれの、坂道メンバーでいくと、日向坂の松田好花さん、それから乃木坂の、弓木奈央さんが、京都府ということですが、桜ケヤキとしては卒業メンバーも含め初めての京都府出身者ということになりますね。まあ、京都って僕は実は京都行ったことがないんで、日本人としてどうなんだと思いますけども、なんか京都のイメージってこうはんなりっていうね、やっぱりこうイメージがありますから、ちょっと上品な お情景なのかなと思いつつ、でも松田好花と弓木がそうかって言われるとクエスチョンが出るんで、まあただの偏見だと思うんで、まあそれはあんまり考えずに行こうと思いますが、1月22日生まれということなんですけれども、1月生まれが今回のその3期の中で、石森さんが1月13日ですよね。それから遠藤さん、遠藤理子さんも1月9日生まれということで、3人目の1月生まれということでね。で、桜坂実態、1月2日が森谷玲奈さん、1月4日が上村里奈さん、そして1月12日に増本綺羅さん、そして1月29日に、井上里奈さんということで、 1月生まれ多すぎじゃね？ねえ、ユニア勢の方は要チェックになる月なのかもしれませんが、はい、ということでね、非常に1月が賑やかな年明けが毎年遅れそうですけれどもね。はい。血液型 A 型ということでね。はい。まあ、A 型多いですからね。これ、毎回言ってるよね、A 型の時にね。A 型って多いんですよ。日本人は多いですから、A 型がね。はい。で、この、しずきっていう読み方なんですけど、しに、つに点々にきですね。はい。瞳に月と書くんですが、これ読み方で調べるとですね、実は別な読み方が出てきまして、しずくとも読めるらしいんです。で、しずくじゃないんだと思ってね。で、もしくはひずきっていう呼び方もあるらしくて、しずきっていうのがあんま出てこないんですよね。だから、結構注意やなぁなんて思って見てます。はい。しずきですね。で、山下生でいくとね、乃木坂に山下美月さんもいらっしゃいますし、日向坂にも、山下遥さんだったかな、ね、いらっしゃいますから、山下で呼ぶよりは多分しずきのどっか文字ってとかね、しずちゃんとかね、呼び方になるのかななんて思いますけれどもね。はい、非常に楽しみで、月っていうとね、中島さんもゆずきだったりするんでね、
月もちょっとダブルっていうね、なかなか呼び方問題がしばらくはいろいろ出てきそうですんで、まあそこはちょっと考えながら今後をね見ていこうかななんて思ったりいたします。で、YouTube のね Vlog の方の話に行こうと思うんですけれども、京都で撮ってましたけども、平安神宮ですね、京都のね、の方で、撮影をしてました。初めて来たみたいな感じで話をしてましたけどもね、うん、京都の人ってあんまり行かないんですかね、どうなんでしょうね。住んでなかったら絶対行く場所だなと思って見ましたけど観光地としてはなんか良さげな神宮だなと思って、でこの池で鴨を数えてる姿とかなんかこう無邪気な感じが出てて良かったですけどね、はい。でマスクしてるとちょっとこう向井さんにもちょっと似てるのかななんて思いましたけど、アーシャを見るとね、どっちかっていうとね、西野さん、元乃木坂のなんか西野さんの雰囲気も感じつつ、まあ身長的には全然低いんで、まあその雰囲気はないと思うんですが、なんかいろいろ化けそうな感じは僕は見て取れましたけどね。まあ、桜坂をもともとねファンだったっていうところから話は進んでましたけど、で生写真勢だったみたいですねなかなかですよね、生写真勢で、まあもともと坂道グループ大好きで、でテレビ番組でホノスが出てて、田村ホノさんが出てるのを見て一目惚れしたということをこの動画の方でも喋ってらっしゃいましたけども、非常にねまあオタだったというところだと思うんですが、まあでもそういう子の方がなんとなくだけどこう体勢がついてるんで、その応援する側の気持ちも分かってくれるし、応援される側に今度回った時にどこまでそこに対応できるのかっていうのは非常に楽しみではあるんですが、でもすごく僕はこういう子は期待したくなりますね。でまあやっぱり遅れて加入したか、その合流した関係がどうしてもやっぱり引っかかってる部分はやっぱりね少なからずあると思うんですけど、まあそれに負けずにね頑張っていただきたいっていうところがね、この Vlog 見ながらも改めて感じたところでしたけど、まあでも非常に楽しみな子がまた入ってきたななんていうふうに思いましたけど。でまあ今回、山下さんの発表で一応11名全員、3期生が出揃ったことになりまして、おもてなし会のね公式サイトのバナーの写真とかも新たに変わったりとか、あとはおもてなし会に向けてのグッズが出たりとかいろいろしております。ですんでぜひ皆さんもチェックを、公式サイトの方のねチェックをしていただけたらいいなと思うんですが、まあ正直なことを言うと最初やっぱりこの発表がされる前まではやっぱりこう桜坂として初めて加入してくる子たちってどんな子なんだろうなっていうのがやっぱり不安な部分も僕らファンとしてもねあったりも、当然ゼロじゃないですからね、あったわけですけど、蓋を開けて見てみたらすごくこう個性的なメンバーがたくさん集まってくれたな、すごく嬉しいなっていうのが正直な気持ちです。ファンとしてはすごくこうこれからが楽しみです。でもちろんこう新規なメンバーが来ることで、1期生2期生在籍している、現在在籍をもともとしてたメンバーへのフォーカスがちょっとかすむっていう時期が必ずやってきます。でこれはもうどの坂道グループもそれは経験してるわけで、ただそれの体制がやっぱりこの桜坂ファンバディーズに関してはちょっとまだ不慣れな部分もありますんで、3期生がこうやってフォーカスが当たる時間っていうのが必ず必要にはなってくるので、これをしっかりとですね応援しつつも、今頑張ってる1期生2期生との絡みがどうなっていくのかを楽しむのが非常に、ポイントとしてはでかいのかなと思ったりします。で特にこう今回1期生2期生が3期生が入ってきたことに対してすごく可愛くて、もうこうなんていうのかな、後輩ができることが嬉しい嬉しいと言ってますけど、すごくねなんかこういい上下関係じゃないけれども、いいチームワーク、絆がまたそこで生まれて、このパフォーマンスにもね
をこう深みがさらに増していくことをすごく期待したいですし、まあ、今この前の4カードライブを見ててもそうでしたけれども、卒業していったメンバーの中、その空いた穴を、まあ、バックスメンバーがね、フロントだったり2列目だったりに立つことで、新たな景色を見せてくれています。でこれがもっともっと時が経っていくことで、3期生、今入ってきた子たちがそこに入ってきて、この歌を歌い続けてくれる、そういう、循環が生まれることがアイドルグループとして体制していくことだと思ってるので、この子たちがどういう色をこれから出してくれるのか、桜坂の色は白ですけれども、何色でも染まる白ですからね、ぜひ彼女たちなりの色で染めてもらえるとすごく嬉しいかななんて思ったりいたします。で、3期生の特設サイトの方にですね、これまではプロフィールとアーシャと Vlog のリンクが貼ってありましたけども、その下に直筆でのプロフィールがメンバーそれぞれ3期生が書いたのがね出てます。結構ね、文字だけでもその子の個性が見えたりとか、その子の熱を感じたりとかすることができますんで、おもてなし会に行かれる方、まあおもてなし会を配信で見る方、ぜひチェックしてから見ることをお勧めします。で、グッズもね、オフィシャルグッズもできました。生写真ももうできてたり、ラバーストラップがあったりね、この T シャツ結構僕デザイン好きですけどね、まあ、買うかどうかって言われるとちょっとって感じですけど難しいところですけどね。でも逆にこう3期生を見る、まあ見てきっかけでね、ファンになった人からするとぜひ買いたいでしょうから、ぜひ買ってみたらどうかななんて思います。通常販売もしてます。現地で買うのもありますけど、通常販売もありますんでね、通販見てもらってもいいかなと思います。はい、ということで、山下しずきさんの話はちょっと今日は少なかったかもしれないですけども、まあこうやって3期生が全員出揃いました、ね、でこれからのスケジュールとしては、明日ドキュメンタリーの、まあ、完全版じゃないですけど、残り2人が入った11人のドキュメンタリーが出て、で次の日の土曜日日曜日とおもてなし会があります。で、2日目の日曜日に関しては配信もございます、ね、2000円で見れる、ちょっと我慢すれば、ちょっといいもの食うのを我慢したら全然見れる金額だと思いますんで、ちょっと推したい子を探しあぐねてる人は書いてみた方がいいのかもしれないですけどね、うん、はい、ということでね、まあ、そこから先は今度はそこ作がね、多分2週3週にわたって、3期生紹介になっていくと思いますんで、またそこでどういういじられ方をしていくのか、バラエティ力を含め、要チェックかななんて思いますんで、ぜひみんなでね、この3期生を応援しつつ、プラス桜坂全体も応援しつつ盛り上げていけたらななんて思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルはね、桜坂をもう箱押ししながら楽しんでいこうということをモットーに頑張っていますんで、ぜひ、チャンネル登録の方、バディーズの皆さんして楽しんでいきませんか、一緒にね。ということで、今日はこの辺で、バイバイ。